はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ミスタープレッパーの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、レベル3のロープウェイを修理して、でその先を少し行ったんですけども、どうやら斧がないと、先には進めないみたいですね。でその斧は、ジョーという人が持ってるみたいなんですけども、まだそのジョーという人と会ったことがないので、そうですね、今回は、石もなくなってきたんで鉱山ですかね、鉱山に行って、さらに下層に行ければいいかなっていう感じですかね。まず今日の朝食で、今日水が止まってる日ですね。水を回収して、分解ですね。これプラスチックもっと簡単に手に入れば、雨降ってきたかな。乾燥ガラナはまだできない。じゃあちょっと昼寝して、収穫。またいるな、カレンさん。そして、ガラナを乾燥。壁用ランプまた注文して、よし、こんにちは、どうも。メリケンビルでの生活は素晴らしい、しかし外国の力が私たちの生活を驚かそうとしている。では鉱山に行って、まずは採掘機のチェックですね。よし、全て取る。明日じゃない、レベル2。おお、すべて取る。あ、これ一回も戻らないとダメかな。レベル3。
塩こんなに取れるんだ。でもアイテムがいっぱい。石が32個。あれ、緑色の石は買い取ってくれないのか。あ、で、あ、紙くず。塩3円で売れますね。あ、これ植えて植えるの忘れた。すぎる。あ、水がない。あー、まずいか。そして、よし、で、こっから下ですね。で、前回この先は行ったと思うんで、いやー、いっぱいいる。3匹。
4匹。あ、待って。よし。まだいる。よし。まだか。ああ。乾燥ガラナ。よし。あー、なんか食事持ってくるんだったな。え、あ、これあれだ、ボブのジャケット。よし。じゃあ次の、あ、ボブからもらうのかな。他の場所で探す必要がある。あ、でも一応下に行けるんだ。これを開けて、ナイフ。痛い、体力が。これで終わりかな。じゃあ戻って、あ、もう22時か。再充電だけしていきたい。あ、燃料なし。これは待って、とりあえずボム。うん、いや、持って、あ、これだ。で、これを、渡す。よう、プレッパー、俺のジャケットがありがとうよ。これはすぐに洗わないといけねえ。近くに生き物はいた。おう、ポケットの中にリボルバー。あ、ただこいつは壊れている。修理できる人物は知っている。砂漠、砂漠のなんとか置き場に行くと、その人に会える。それがジョーかな、もしかして。
いわゆる気づいている奴らの一人。なるほど。だが覚えといてくれ。いろいろ別の問題もある人だ。リボルバーゲット。よし、もう一つ頼み。最近鉱山を歩くのに苦労かなしてて、最初はいつものことだと思ってたんだが、睡眠の問題やら集中力の問題で、ぼんやりかな、単に視力が悪くなってるだけ。政府が変わってからは町にはメガネ技師もいない。俺にメガネを探してきてくれないか。メガネ。はい、ボブにメガネを探す。え？待って、今どこ行った？ここなんか上がっていったんだけど。あ、早くまず戻ろう。これもしかして、あ、本が買える。戦闘、抑止と報復。これを買おう。で、塩も売っちゃって。で、寝る。あ、寝る前にちょっと飯食った方がいいな。七面鳥。新聞はなし。ないかも。あるか。
壊れてる。新しいスキル、抑止と報復を読む。おお、戦闘でのダメージとスピードアップ溜まってきましたね。もう使わなくていいかな、しばらくシンクの水は。トウモロコシを売って塩も売って焼く。じゃあ昼寝をしてその新しいとこ行ってみますかね。何置き場だろう。おお、砂漠。あ、ジョー。あれでもいないんじゃない。車、あ、なんか撮った今。あ、修復金属20持ってますよ。金属20でリペア。車乗るようになるもしかして。お、なんか古いけどかっこいい。運転運転できるの。あ、燃料が必要なんだ。はいはいはい。
あ、燃料がないとこ何？お、あれ、ワンちゃん。チュパカブラ。チュパカブラってなんか。ジョーかな？あ、目が見えない人もしかして。うん、ボブが私をここに。鉱山の管理をしています。そういうことにしておこう。やつが鉱山にいるのってのは良いことだ。飛行機からの人工物かな。マインドコントロール。マインドコントロール波。ああ、から守られる。でもみんななんか操られてんのかな？住民は。うん。ボブからは銃の修理。うん、壊れたリボルバー。見返り、どう説明かな。その波、マインドコントロールかながやってきた時用に、自分の小屋に何かしらプロテクターが欲しい。なるほど。それと何か着て身を守れるもの。アルミホイル。少なくとも小屋をカバーできるだけの量。この小屋をカバーできるだけのアルミホイル。うん、あー、なんだろう。分かったようだでよかった。ジョーがロック解除。チュパカブラ。懐っこいな。迷い込んできた害虫や不審な放浪者を驚かせて追いやってくれてる。物忘れがひどい時は探し物を助けてくれたりもしている。もう10年。あ、ところで他の犬をもう結構長いこと見たことがない。だが変だよな。他の犬がいない。ああ、まだですね。弾撃ってる。あ、でもまだ治ってないですもんね。アルミホイルが持ってこないと使えないってことだ。あ、で、斧。斧はじゃあ買って。スクラップとか売れるんだけど、コンピューターも売れるんだ。斧を交換。これでじゃあ今度は、森の
レベル3より上を行けっていうことかな。で、オイル。あ、尋ねる。こいつは昔思い出すな。若い頃に乗ってたのと同じ、スチュードベーカーのシルバーホーク。こいつでバーバラと一緒に過ごした時間は最高だった。奥さんかな。だがバーバラはペストで死んだ。じゃあ、これ取れないですもんね。じゃあ一眠りして、明日は森ですね。森のレベル3より奥に。どうしよう。電話を注文。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。